あれ、妊娠したかもと思ったら産婦人科の病院へ行きましょう。妊娠していることが分かったら母子健康手帳をもらいましょう。母子健康手帳には妊婦健診や赤ちゃんが生まれてから受ける健診や赤ちゃんの病気を予防するワクチンを記録します。母子健康手帳をもらうにはまず妊娠届出書を病院からもらいます。それをプラザ欅の子育て応援会へ出してください。妊娠届出書を提出するときに必要なものは2つあります。妊娠届出書と妊娠した人のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと写真付きの本人確認ができるもの、在留カード、運転免許証などです。家族など妊娠した人以外が妊娠届出書を持っていくときは窓口に行く人の身分を証明できるもの、在留カードやパスポート、運転免許証など母子健康手帳を本人以外が受け取ることをお願いするための委任状も一緒に持っていきましょう。母子健康手帳と一緒に妊婦健康審査受診票をもらうことができます。これは妊婦健診という妊娠している時に病院を受診するための費用を補助するチケットです。赤ちゃんが生まれたら出生届を出しましょう。生まれた日を含めて14日以内に出してください。その時に必要なものは6つです。出生証明書、母子健康手帳、印鑑、新生児出生通知書、健康保険、被保険者証、預金通帳またはキャッシュカードです。市役所本庁の市民課か小笠市所の小笠市民課へ行きましょう。生まれてから中学校を卒業するまで児童手当を受け取ることができます。子供が生まれた日の翌日から15日以内に申請をしましょう。申請に必要なものは1、児童手当を請求する人の健康保険証、2、児童手当を請求する人の口座情報がわかるもの、3、児童手当を請求する人と配偶者のマイナンバーがわかるもの。外国籍の人は児童手当を請求する人と子どもの在留カードが必要です。子育て応援課か小笠市民課へ行きましょう。生まれてから18歳になった後の最初の3月31日まで1回の受診につき最大500円で病院にかかり薬をもらうことができます。このサービスを受けるためには手続きが必要です。子どもの健康保険証ができたらそれを持って子育て応援課か小笠市民課行きましょう。被保険者が申請する年の1月1日に菊川市に住所がなかった場合は1、被保険者のマイナンバーがわかるもの、2、被保険者の本人確認書類、マイナンバーカード、在留カード、運転免許証なども必要です。赤ちゃん訪問、赤ちゃんが生まれて1ヶ月から2ヶ月が経った頃、赤ちゃんやお母さんの様子を聞くために保健師がお父さんやお母さんに電話します。保健師が家に訪問するか、お母さんと赤ちゃんがプラザ欅へ行きます。赤ちゃんの体重を測り、ワクチン接種や検診について説明します。予防接種は病気を予防するためのワクチンの注射です。自分で病院へ予約してください。赤ちゃんが今までどんなワクチンを打ったか母子健康手帳に書いてあります。子どもの年齢や予防接種の種類によって無料でワクチンを打てる期間が決まっています。無料でワクチンを打つときは市から渡される予診票が必要です。予診票がない人は母子健康手帳を持って子育て応援会行きましょう。健康カレンダー、子どもの検診、健康相談、教室などがあります。日にちは健康カレンダーを見てください。カレンダーは概要欄から見ることができます。静岡子育て優待カード、静岡子育て優待カードは母子健康手帳と一緒に渡しています。
子供と一緒に協賛しているお店で買い物やご飯を食べるときに静岡子育て優待カードをお店に見せるとサービスを受けることができます。静岡県以外の店でも使うことができます。詳しいことは子育て応援会聞いてください。新しい家族を迎えることは楽しいことばかりではなく大変なこともあると思います。菊川市役所の子育て応援課は子育てをしているパパやママ、これから未来に羽ばたく子どもたちをサポートしています。何か困ったことがありましたら相談してください。動画でわからないことは外国人相談窓口に聞いてください。通訳がいます。 Facebook では外国語で発信しています。ぜひ見てください。詳細は概要欄を見てください。